お取り寄せグルメ企画第3弾、東京自由が丘シャッターズのスペアリブ。じゃーん、こんな感じ。早速作っていきます。食べる前日約24時間前に冷蔵解凍をしています。オーブンで焼くだけの簡単調理になってます。焼く前から肉がポロポロです。付属のタレをかけます。ただいま230度で予熱をしてます。予熱が完了したらスペアリブを入れていきます。はい、予熱が完了したのでスペアリブを入れていきます。と時間は15分から20分焼いていきます。ちょ、様子見ながら焼いていきたいから15分で設定しました。スタート。よっ、はい、ん、スタートしない。はい、スタートしました。順調に焼けてます。15分経ちました。トクトーン。おお、いい感じに焼けてるよ。完成です。スペアリブをより一層美味しく食べるために形から入ってみました。ではいただきます。フォークとナイフ用意したんですけど、フォークでほぐれるほどの柔らかさが最大の特徴らしいですけど、まあこの格好なんでワイルドに肉から骨から一応、あ、骨もう外れた、骨外れちゃったよ。いただきまーす。やばい、柔らかすぎる。うん、おいしい。うん、すごい柔らかい。こうやってなんか骨持って食べたいよね。すごい肉汁が、はい、垂れてきた。骨に身がつかないんですよ。すごい柔らかい。これも、あ、すごい外れそう。骨からすごい肉外れそう。
ごい。で、肉を吸い込むだけで骨から外れちゃうの。うん。骨から外れちゃってるの。柔らかすぎちゃって。やっぱ骨の近くは美味しいな。でも身が剥がれちゃうからちょっとしかつかない。うん。ごちそうさまでした。